こんにちは、柴田です。今回はフェンダージャパンの新ラインとテレキャスターを鳴らし比べていきたいと思います。この2本ね、形は非常に似ているんですけれども、似て非なるものと。まずそれぞれの特徴を見ていきましょうかね。こちらテレキャスター、見た目は普通のテレキャスターなんですけれども、こちらのテレはですね、実は非常に特徴があるんです。ネックのね、木目を見てもらいましょう。綺麗な虎ですね。これ当たり個体じゃないかっていう感じなんですけれども、こちら見てください。見えるかな？フォトフレームと書いております。そうなんです、このネック実は木目じゃなくて、これ木目風なフォトフレームが貼ってあるんですよ。なんとも言えないですよね。まあ見た感じでテンションはね、上がるかなっていうところなんですけど、それ以外は通常のテレキャスター、普通のテレキャスターです。そして新ライン見ていきましょう。まあご存知の通りですね、ピックアップがねテレキャスターは違います。ワイドレンジのハムバッカー、そしてボディは線で、新ラインはくり抜かれてるんですよね。フォローのボディになっております。見た目はテレキャスですけれども、まあ、ピックアップもねハムバッカーだし、中くり抜かれてるし、それはそれは全然違う音かなっていうところでございます。ちょっとまずね、生音いきましょうかね。うん、フォロー感ありますよね。割と繊細なね、線の細さはありながらもフォロー感があるっていう独特な鳴りですよね。うん、手でいきましょう。重量はね、やはりこっちの方がね重いです。これがね 3.5kg で、新ラインは 3.0kg。 じゃあ生音いきます。ネックね、結構ねこれ太いんですよ。うん、テレの方がやっぱりさっぱり、膨らみはあんまりなくてストレートな感じの音の出方ですね。じゃあアンプ通して鳴らしてみましょうかね。ではリアからいきます。センター、オーソドックスなテレキャスターで、フロントの膨らみ、でジャキッとした、のリアね、テレキャスらしいというふうな感じです。続いて新ラインのリアです。いいっすね、センター、うん、太いで、フロントがワイドレンジ、ハイの音がね削られてるわけではないんですよ。まあ、まさにワイドレンジ、幅がね一気に広くなってる。We'll be right back.
ハムなんだけどハムすぎない？これね、ほんと幅広いジャンルでね、使えるんじゃないかと思います。なりました。いかがでしたでしょうか。まあ僕はね、年々新ラインとか、まあ、箱物っていうんですかね、335的なものにですね、憧れが出てはくるんですけれども、こうして鳴らし比べてみるとやっぱね、両者いいというか、それぞれに良さがありますよね。参考にしていただければ幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。